はい、皆さんこんにちは、のぶんです。信長の野望新生やってきましょう。さあ、前回はこちら、織田信雄を機内から追い出すことができました。で、前回ぐらいでだいぶね、まとまった戦力が整ってきたということで、ここからどんどんね、拠点を奪っていきたいなというところでございます。さあ、今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、今度はじゃあこちら長島城を攻めていきましょうか。で、こんなにいらないや。で、そろそろ羽柴秀吉が攻めてくるかもしれないよね、うん、ちょっと怖いな。直ちに騎乗するのだ。城に戻るんじゃ。これでどう？いつでも動けます。あ、いけるね。よし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 。じゃあ、国主はいらない。よし、いってらっしゃい。出陣よ。で、野党出没。あー、いかんいかん、やばいな。で、ちょっとね、今ね、人材不足なんですよね。はい、長島城落としました。ナイス、楽勝でしたね。てか、信雄いろんな勢力から攻められてるな。機関スメーカー、そうやね。いやー、どうした息子。柴田家も織田信雄攻めてるのか。はい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 、はい、いやー、だいぶ苦しそうですね。いやー、助けてあげたいかの。いやー、お父さんにね、逆らっちゃダメですよ。心得ました。じゃあ制度建設して、はいはいはい、わかりましたぞ。で、一旦じゃあそうですね、城主入れれる。あ、森蘭丸、はいはいはい、昇進してるね。ナイス。じゃあ石山号、はい、お願いします。いいよ。ありがたく存じ。で、そろそろ秀吉を攻めたいところではあるよね。で、鈴木家を従属させることできる。ナイス。じゃあ、はい、鈴木七重秀従属でございます。やったー、オッケー。で、そうですね、もうちょっと時間経ってから橋場家攻めるか。はいはいはい、ちょっとまだね、安土城兵が戻りきっておらん。ではでは、花熊城に兵を出していきましょうか。さあ、秀吉攻め開始していきますよ。行くぞ、頑張れ。まいってこーい。さあ、柴田との同盟2ヶ月了解。さあ、秀吉どうする。ご命令をください。で、一旦前線の部隊は信長を待とう。はいはいはい。いや、めっちゃ来る、怖い。怖いよ。で、あとは援軍もいるか。じゃあ援軍お願いします。はい、お願いします。はいはいはい。で、柴田家も援軍ちょうだい。はい、お願いします。はい、まあこれだったらなんとか互角の戦いできるかな。行きましょう。さあ、勝負。いや、言うて秀吉の拠点結構座ってんな。あ、で、南蛮寺建設了解。ナイス、いいね。で、こちら銀山町建設。ナイス、いいね。いいよいいよ。よし、じゃあ行ってみるか。行きましょう。はい、兵庫の戦い、織田信長 VS 羽柴秀吉、行くぞ。猿、勝負だ。行くぞ。さあ、この合戦結構重要ですね。これに勝てればね、相当羽柴攻めうまくいくはず。行きましょう。行きまーす。はい、回戦出品。さあ、行くぞ。さあ、猿、なぜ俺の元を去った。説明してみなさい。行くよ。我が者とせん。さあ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 。いや、言うてでも向こうも強そうだな。あ、で、勘兵衛いるじゃん。で、小西行長、福島正則で、加藤清正もどっかにいるはず。で、細川藤孝もいるんだ。うわ、最悪。いや、メンツ濃いな。やば。鉄砲戦車ナイス。だからってうちも負けちゃいられねえよ。はい、こっち。はい、こう。滅ぼさ。さあ、まずは一番ヤギは、はい、小田篠ちゃん。はいはいはい。さあ、で、なんかやってる、なんかやってる、なんかやってる。怖い怖い怖い。さあ、で、あー、でも向こうは、あ、高台警視、いいですよ、それもよかろう。ご命令を賜り。で、ちょっと信長はこっち行くが、こっち来つぞ。行くぞ。ね、一旦こうするか。はい。いや、しのちゃんきつそうだな。ごめん、下がれる。素晴らしい。一旦こういく。ご命令を賜りたく。さあ、攻撃できる。あ、攻撃はできないのかい。さあ、ここどんだけ耐えれるかな。さあ、攻撃、あ、できてる。ナイス。よしよし、いいぞいいぞ。そう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 、そう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 。で、しのちゃん下がって、私の話聞いて。しのちゃん引いて、私の話を聞いて、娘よ。さあ、で、高台通った。ナイス、いいよ。よし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 。で、こう、はい、下がろう。はい、
さあ、で、こっち来たー。はい、福島正則撤退。この勝ちを掴み取ら。で、こうやな。はい、要所を手に入れ。で、こっち、はい。さあ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 、鉄砲隊、しのちゃん、しのちゃん下がって。はい、敵を穴だらけにして。いや、しのちゃん下がって。下がりなさい。お父さんの言うことを聞きなさい。おお。さあ、で、これは誰だ。うわ、水のことし、うわ、勘弁だ。その礎となる。さあ、で、これ誰。千成病だ、お前か、秀吉。去る。さあ、だ、じゃあ私もこれ出すから。はい、神聖。新しき戦を見せてくれよ。さあ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 、狙うのはこの時ですぞ。で、よし、コブ来た。これだ。はい、今ぞ。これさえあれば勝てる。さあ、行くぞ。で、2000をどう動かせるかな。こう、こう行かせるか。はい、こう。で、しょんちゃん下がって。で、国衆出てきた向こう。ここな、多分ね、川だからね、ちょっと移動速度が下がるんだな。まあ、しょうがないね。さあ、で、こちら。はい、時は今。さあ、見ついて。助けて。助けてお願い。さあ、で、こっち。で、こっち、うちの仲間、はい、イブ様。いいよ。イブ様は、そうですね。じゃあ、こう言って、こっちから来て、こっちから。ご命令とは。こう来て、こう来て、こう。はい。で、800もこっち行こう。もうこっち、コブが発動してるから大丈夫だ。はい。さあ、頑張って。さあ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 。ご命令はいい。さあ、私だけ働くなんて嫌よ。で、こう。さあ、で、こっち、神戸撤退。よしよしよし。一番厄介なやつ。よし。役立った。さあ、で、壊滅。さあ、どうするどうする。パスやつ。はいはいはい。この時ですぞ。さあ、どうするね。こっち絶対小西行きながら絶対ね。はい、オッケー。で、こう。さあ、で、こちら早い壊滅。うん、あ、で、誰か撃ち取っちゃった。ダメ。そんなことしないで。いかに。で、こっち、はい。で、じゃあ、もうサンデルさんもこっち来て。はい。進軍じゃ。行くぞ。で、3つ来て、こっち。はい。こんな人ね。次なる手立てはいかにせん。こっちやった。こっち。イブ様こっち来て。ちょっとやばいことになってるわ。はい、コブね。はい。頼んだ。いやー、早く混乱から立ち直ってくれ。我が武略を持って混乱持ちがいるとは。万全の敵を打ち払わん。はい、で、こちら、神聖です。お前がそう、じゃあ私はそうです。敵は見ろ。で、変わって。ゲッティゲッツ。赤色の悪さはごまかせるか。さあ、どうする。あー、千成病だ。この秀吉もう厄介なやつ持ってんね。首切れると思うでないぞ。で、こっちこぶね。はいはいはい。あ、こいつはじゃあ、こいかせようか。はい、歩みを進め。で、こいかせる。はい、どうぞ。いざ進め。行こう。攻め立てよ。さあ、サンドイッチ作戦よ。動くぞ。続け。で、こう。お客さん、さあ、イブ様前出て。さあ、来たー、この技。はい、天の時。うちのエース、イブ様。なんだって、信長の命の恩人ですから、ね。次なる手立てはいかにせん。さあ、こう。次はどのように。さあ、で、鉄砲。よしよしよし。秀吉撃破、ナイス。よし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 。さあ、まだはいるぞ。こいつらタコダグにしてやれ。はい、時は今。必ずや勝機を掴み取る。はいはいはい。で、こういこう。ほらよ。さあ、で、細川忠興撤退。よし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 。さあ、で、撃破。いいよいいよ。さあ、さあ、かかれ。突撃。さあ、国衆撤退。いいよいいよ。さあ、いいねいいね、ナイス。こちら。さあ、絶対許すな、こいつらを。で、こいつも動けます。はい。で、こうね、はい。次はどのよ。いってらっしゃい。で、こんな人もう誰混乱持ってんの。混乱の技嫌い。次はおらぬか。さあ、どうするよい。わしの軍で、こっち出たよ。よしよしよし。あ、オッケー、ナイス。いや、これ秀吉ボロボロだな。となると毛利が動いてきそうだよね。いや、毛利も羽柴攻めそうだな。私たちの手柄なのに。さあ、ということで、イフチューブ発生します。
さあ、チューチューしちゃって。ウルキを食らいつく。お、いいね。よし。なんだったら、こう洲本城攻めれそうだけどね。オッケー、ナイス。よし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 。あ、で、ハント拡大、達成しました。パチパチ、やったー。ではでは、洲本城の方も行ってみましょうか。いけるでしょう。頑張れ。で、こっちの国衆は、あ、行かなくていいや。はい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 。オッケー。さあ、どうする。あー、でも8000こっち来んのか。どう動くこいつ。わからん。破壊。いや、清洲城か。いや、微妙だな。まあ、援国東洋やって、からの、こっち、軍開発。こっちね。はい、お願いします。えい。さあ、行ってこい。さあ、頑張れ、頑張れ。で、やっぱり毛利家動いた。うわー、羽柴が落とされる。俺たちの手柄なのに。さあ、で、鈴木定湯殿がお見えでござるよ。あ、親善ですね。はいはい、今後ともよしなに。いや、忙しい。ご命令を下され。こう行ってこう行くか。はい、あの城を奪いに行く。さあ、いや、ちょっと急いでほしいところ。ってなったら信長引かせていいか。次なる手立てはいかにせん、はい、あとは任せだよ。いや、腰兵糧ねえぐい。じゃあ、はい、こう行ってこうか。はい、城攻めですか。さあ、頑張れ。心せねば。さあ、で、洲本城落ちた。早ナイスナイス、オッケー。で、じゃあこの2人投与ね。はい、投与。で、1人だけ来たか。はい、解放しまして。いいね、ナイス。で、寝返り士官できる。あ、マジでやった。じゃあ寝返り士官。あ、細川忠興じゃ。おっすおっす、いいね。賢いやつだね、お前は。はい、で、やかみ城落としました。ナイス、出ました。素晴らしい。さあ、で、敵将捕獲。飯田角兵衛ですね、東洋。さあ、どうかな。で、帰還していいですか。まあ、いいっちゃいいんだけど、そうだな、ちょっとこっち来るそうだな。手伝ってあげて。こう行ってこう。まあ、いけるやろ。で、こっちの二人は、まあ、この舞台だけ返すか。はい、お願いします。で、あとは、こっちの30日しか腰兵糧ない舞台。はい、じゃあ返そう。はいはいはい。さあ、一気に落としちゃって。で、馬牧場建設。ナイス。あー、で、ちょっと待って、これ攻められてない。あー、大丈夫か。はいはいはい。で、国境紛争ね。はいはいはい、わかりました。いやー、信勝も早く黙らせないとね。っていうかね、うがうがしてるとね、柴田に信勝取られちゃう。ダメ。いや、親子一緒にね、あの、天下取っていきたいから。で、ここはそうだな。じゃあ、ガモを矢継いで。はい、じゃあ引いて。あ、もう落とせそうだけどな。頑張れ頑張れ。準備をせねば。はい、で、福知山城も落としました。ギリギリ、危ねえ。もう腰兵糧がね。で、じゃあ、はい、投与しまして。あー、で、二人とも来なかった。あー、わかったわかった。解放してあげよう。機関士、うん、もちろんもちろん、お疲れ様。よう頑張った。はい。で、じゃあ、そうですね。上司の方は、あ、大久保長安。お、はいはい、上司に行けるじゃん。まあ、とりあえず、やかみ城任せるか。はい、いいですね。よし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 。はい、今年は凶作のようですけど、あー、大丈夫これ。いや、大丈夫じゃなかった。大丈夫か。大丈夫じゃありませんでした。築城マジか。勢力目標総商業を達成しました。パチパチ。で、五島級までの家宝が購入可能になりました。いやー、えぐい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 。まあ、でも2拠点か。まあ、これだったらなんとか。神殿を実行中のため選べません。うっそー、もう。じゃあ神殿やめて。もう今すぐやめて。買いに。で、こっちも買いにね。はい。いやー、ややこいのー。行こう。で、まあ、これで、はい。凶作の対応は OK ね。で、そうですね。そろそろ秀吉攻めれないか。いやー、ちょっと姫路城の攻城戦はきつそうだな。まあ、とりあえず、竹部山から行くか。まあ、一旦これで行ってみましょうか。頑張れ。行ってこーい。大丈夫。で、破壊。あー、そっちか。はい、こちら。竹部山。はい、大規模徴兵。一応、お城の名前。はい、竹部山ですね。OK、OK、よしよしよし。よくね、字間違えちゃうんだ、ここ。
敵は。じゃあこれで行ってみるか。はい、傘の戦い、織田信長 VS 橋場秀吉、行きましょう。さあ勝負勝負。いやー毛利もね、もっとね橋場秀吉を攻めてほしいです。さあ行きましょう。さあ勝負だ、行きます。はい、回転シュピー。なぜこの信長のサンドイッチ構想がわからんのか。やってみせるがいい。オッケー、撤退、ナイス、強っ、素晴らしい。さあでここでイフジャズが発生しますね。まあおそらく竹部山はダメでしょう。よしよしよし、はい、オッケー。さあそのまま攻めちゃいな。はい、竹部山落ちましたね、ナイス、いいね、順調順調。さあで寝返り士官できる、ナイス、いいね。寝返り士官は、あ、宮部慶順じゃん。はい、投与します、ナイス、使いしよしよしよし、いいよいいよ。でだいぶ橋場家ねちっちゃくなりましたけども、まあ今更毛利が攻めてるって感じかな。さあということで今回はここまでにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした、さよならー。